待たせしてすいません。勘違いしてた。なんてことでしょう。だいぶ待ったばい。だからさ、私自分家の駐車場でさ、あれなのかなと思ってた。グリルキャンプなんて全然思いもつかなかった。え、書いてないよ。マジか。残念。またの機会。私さ、だから勘違いしてて弁当買ってたわけよ。だから弁当はあるの、持ってきたの。持ってきたの。持ってきたよ。だってうちに入んないで来たもの。何が？ありがとう。あとこれマスクのおしっこだけ、開けてないからね、全然ね。私本当に
がとうございます。